いただくゲームも次で最後になりますが、ピザポックです。名前の通り、ピザをね、運んでいくゲームなんですけれども、これも横スクロール型のアクションゲームですね。今までで一番頭のドネートだったみたい。あ、そうなんですか。ジャンプ地獄、スピード地獄だった。ピザ出てきた。ピザのアイコンありますか。このゲーム走られるのは、スマートボールさん。スピードランコムで1位の記録、16分50秒をお持ちの方ですね。ゲームのストーリーとしては、ピザショップの店員、キット君、まあ、これが主人公ですね。が、彼女に指輪をプレゼントするために、ピザ片手に街中を駆け巡り配達するというゲーム、ね。A ボタンでジャンプ、B ボタンでピザヘラの攻撃ということでね、商売道具を攻撃に使うというね、衛生観念はどうなっているのかというところですが、はい。現地時間、そうですね。左の、ジャパニーズリストリームの左下には表示さ、していただいているようです。あと、日本人の方もね、ちょっと、どのゲームだったかな？なんか、スーパーモンキーボールとか、そのあたりで参加される方いらっしゃるようなので、もしね、時間ある方は、そちら見ておいていただきたい。はい。そうですね。このゲームも、やはりその、有名なゲームセンター CX の方で、有野課長がチャレンジしていたゲームですね。このゲームは、海外版が出ていないようなので、おそらく日本語版そのままでやると思います。記録の動画の方もね、日本語版でやられていたので、まあ、多分そうだと思われる。そうですね、プラットフォームが全部日本語版NESってなってるから。あ、ごめんなさい。ちなみに間違ってたな。プレイヤーの方の名前間違ってた。さっきのスマートボールさんは掛け服をやってた方ですね。今やるのはアポロさんですかね。失礼しました。メモが間違ってた。コピペ使ってたから。そう、こんなタイトルなんですけど、そう。一応ね、ピザポップ、びっくりマークっていうタイトルと、あとその、カタカナでびっくりマークなしのピザポップっていう風にこのソフト上は書かれてるっぽいんですよね。So, hello everyone. This is Sagama and I will be your host for the next four games. 左下になんか忍者外伝サウンドトラック15ドルシングルドネーションとかって書いてある。なんですかね、抽選、これが当たる抽選みたいな感じなんでしょうかね。お、始まるかな。はい、ピザポップですね。で、このなんかジュエリーショップみたいなところで1万ドルって書いてあるけどこれを彼女に、あ、なんかすごいすごい仮装している。ピザの帽子とシャツと。And with that, let's go.
Let's do it. Right. Wow, 面白い。ネタコスプレで。3, 2, 1, go. はい、ということでゲーム開始しますね。グッドラックということで。一面は街の中ね、こう走っていくんですが、こうなんとか背景見るとね、こういろんな街の動物が襲ってくるし、トレーニングしてる兄ちゃんはいるしと。あ、でこれ今右に出てきてるグラさんの兄ちゃんがニッという、主人公のライバルみたいな感じですね。なんか主人公とは別の店でまた同じくピザ屋の店員をやっていると。なんか後ろでトレーニングしてたり歌歌ってたりこう縄跳びしてたりと。でこう途中途中中ボスみたいな感じであのニック君が出てきて主人公を妨害していくと。で、ミックスピザ配達でどうもありがとう、きっと。一応ここがね、日本語版だから。何を言ってるかは分かると。まあ、とはいえ、あのどうもありがとう、きっとくんがね、固定のセリフだから。全員同じことで。次のステージ、建物登っていくんですが、また途中にね、あのさっきのニックくんがいて、ドラム缶を落とすという、まあ、ドンキーコングみたいな感じになってますけど。で、屋上に行くと、またニックがこう煽ってくると、なんかマフィアのボスみたいなやつが出てくるので、それを倒すと。出前ルートがやばすぎますね。ピザの配達こんな過酷なのかよ。でシーフードピザを配達できました。はい、で次のステージですね。3ステージ目はカレーピザということで、今度はバイクに乗って配達する。今度は遠いところにあるんですかね。でニック君がまだこうハードルを投げてきたりとか、いろいろ妨害をしてくるので、ここでレースゲーがねチキチキマシーンもレースではなかったレースゲームが今ここで実現されたと。バトルトード。はい、で、前半終えるとまたこれ、後半は普通に横スクロールアクションになります。工事現場みたいなところですけど。まあただ、入り込むとこんな現場はないだろうってぐらいのこうギミックが出てきますね、これ。どんな安全管理をしているのかと。でここでボタンを押す と、クレーンが出てくるので、それを登って一旦戻りつつ、またクレーンを操作して、あのクレーンに乗っかって右上のエグジット、右上に進むところに行くとカレーピザということで、ね、こんな過酷な工事現場も通過していかないといけないというね。で3ステージ終わるとこういうなんかボーナスステージがあるんですけど、まあボーナス取っても結局これ時間かかるだけだから、ピザがどんどんぐしゃぐしゃとなっていく。悲しいですね、これ食べ物を粗末にするなと怒られてしまいそうです。ね、こんな店長かわかんないけど、このカウンターの人ウッキウキでピザ投げてるのにね。まあこれ多分取っちゃうとね、この点数のカウントの演出が入っちゃうから。はい、で第4ステージはフルーツピザということで、今度はまあ工事現場と同じ感じのビルの建設現場です。なんで建設現場のさ、上まで行かなきゃいけねえんだと。下まで取りに来いよと言いたくなるんですが、まあ、キッド君は一生懸命なのでね。ただおかしいですよね、これ。建設現場のこの、おっちゃんが妨害してくるというね。まあ、多分この人たちが頼んだわけじゃないから、妨害してくるんでしょうね。足場なさすぎですね、これ。
We got our retired Wade Boggs, やっぱこのゲームの その安全管理というものが、でなぜかこうまだ工事現場 の, このリーダーみたいなおっちゃんが出てくる。ピザを奪おうとしているのかもしれない。注文者がこう自分だけで食おうとしているから、俺にもよこせと。野球選手みたいな感じに。で、フルーツピザ。I don't know if anyone's ready for what's coming next. We have a haunted house that we're delivering a pizza to. はい、今度はね、お化け屋敷みたいな。So on this stage, it's kind of hard to tell, but there's a lot of こんなところに配達しに来いという、that you know, ものすごい鬼畜なお客がいますね。これ完全にこれブラック顧客が多すぎますね、この街はね。これ家の中堂々と入ってます。And actually ran at GDQ back in like 2014, so I just want to give props to him. 家の人取りに来ないっていう。部屋まで来いと。So what you're gonna see coming up is I'm gonna take damage. ピザ屋、幽霊の踏めるピザ屋。Set up globals, so I hopefully don't have to stop. 仕事だな。And if this game 玄関まで家主来るでしょ普通。ほらここにも。なんだっけ、ニック君来てるけど。で、このボスはコウモリですね。まあ、コウモリですが、ドラキュラか。コウモリモードになって。これなんか踏んでるのかよくわかんないんだけど。でも踏んでるみたいですね。で、まあ、そのブラック顧客は魔女でした。どうもありがとう、キッド君。まあ、ここのセリフが固定だからあれなんだけど。なかなか悪びれない魔女のおばさんでした。はい。で、6ステージ目はダイエットピザということで、街のこのなんか外側のね、この壊れた橋を進んでいくということで、またやっぱね、この街も管理がめちゃくちゃですね。もう予算が不足しているのか、国土交通省みたいなところが、無能なのか分かりませんけれど。で、水上バイクなんですけど、こんなさ、こんなジャンプしてたら、中のピザもぐちゃぐちゃになりそうですけども。まあ、今度は、ニック君と水上ボートのレースと。そうですね、もう完全にこれ、メトロシティですね。ハガー市長、なんとかしてくれと。そうだね、ピザがもうぐっちゃぐちゃになるし、水浴びてべっちゃべちゃになるし。で、そうするとビーチに出てきて、またステージの後半。ニック君に、ニックがなんか犬みたいな、まあ、犬でしょうけど、ビーチと犬の関連がよくわかんない。子犬みたいなやつを吹っ飛ばしながら襲ってくるモスですが、はい、で倒すとなんか水着の女の子なんだけど、なんか顔すごい怖くて、どうもありがとうキッド君とはとても言ってるように見えない女性の方でしたけど、はい、でまた3ステージで、今回6ステージが終わったので、ボーナスでまた食べ物を粗末にしていくと。3ステージごとにこのボーナスステージがあるようですが、RTA なので、もうぐっちゃぐっちゃにしていきますね。鉄アレ、あ、そうですね、忍者服部くんとかもね、こういうゴールするとちくわ投げてきて、鉄アレもありますけど、確かにそういうのを思い出しますね。そう、ピザ食べたくなってきたね。We're going to talk about the last boss. There's actually an incredibly difficult quick kill at the end. はい、またなんかドンキーコングみたいなのが始まって。If you mess it up, you lose 20 seconds. And so it is really, really nice if you get it, but it is incredibly difficult. 次のステージはなんというか近未来的なまだ建物で。近未来でもねえか、歯車だもんね。まあ一体どんな顧客が待ち受けているのか。そしたらなんかこうへんてこなロボットが出てきて、このステージは踏みつけるだけじゃダメで、なんか打ち込んでくるやつを跳ね返さないと
いけないですね。あとはこうなんかビヨーンって伸びたりもするので、ジャンプでこう飛び越えるのもちょっと気をつけないといけない。はい。で、またこう敵の攻撃で落ちてくるやつを跳ね返して当てると。はい。まあ、首も取れたりする。I'll let you know when time is coming up. That's going to be when I lose control. そうですね。で、跳ね返すと、そのロボットを操作していたのはニック君でしたとね。自作自演ということですね。はい、これで、クリアと。グッドゲーム。で、エンディングなんですけれども、ようやくお金を貯めて、彼女とジュエリーショップに行ったら、なんと売り切れてました。ガーン。っていうオチで慰める彼女、そこにニックが花束を持って登場。Yeah! True love.But I want to thank GDQ for having me here. This is awesome. I've been watching for a long time. なんかニックだけかっこいいみたいな。Again, thank you for the couch for helping me with this. You guys are great. Thanks for having us. Yeah, yeah. Awesome. はい、そういうオチでした。So that's Apollo for you. ただのいいやつでしたね、ニックは。すごいなんかロックマンみたいなジャンプものすごいジャンプで受け取りましたけど、ちょっといい感じに終わりましたね。お、なんかでティロンって言ったけど、あ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。アジーさん、ありがとうございました、はい、あ、どうも、いえいえ。そうですね、このゲームの方から、で、アジーさんは、はい、一旦ここで、あ、そうですね、私はとりあえずちょっと準備してたゲームの解説は終わりましたんで、とりあえずここで、終わりになりますので、どうもお疲れ様でしたと、はい、ありがとうございました。はい、まあ、ちなみにちょろっとだけ話しておきますと、あと、はい、私の他解説するゲームもちょっとまだ残ってますんで、そこも宣伝だけさせてもらいたいなっていうところなんですけど、6月の29ですね、金曜、まあこれ、また平日の日中帯にはなっちゃうんですけど、およそ10時ぐらいから始まるマリオ3作品ですね、スーパーマリオブラザーズと3とワールドの方も、一応解説ということで、まあ、今目下勉強中でございますので、よろしくお願いします。はい。で、あともう一個最後が、もうラストを飾るゲームの方ですね。ファイナルファンタジー6の方、こちらは私とあともう一人カエシュラさんという方ですね。お二人体制で、まあ最後のゲーム。解説させていただきますので、まあ、こちらもぜひよろしくお願いしますと。お願いします。ね、はい。はい。じゃあ、また、ちょっとこれからの、そうですね、大取りをやらせていただきますね。誰もいなかったんですもん、だって。誰もいないならね、それは美味しいですからね。まあ、本当にありがたい限りです。はい。じゃあ、ちょっと以降の、まあ、解説というのか、まあ、運営業務の方ですね、93の方でどうぞよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。はい、じゃあお疲れ様でした。またよろしくお願いします。はい、解説のアジンさんでした。はい。はい、で、担当モデレーターの方を交代しまして、